ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。7月21日から劇団東京ボードビル、失礼しました、劇団東京ボードビルショー創立50周年記念公演、その場しのぎの男たちが始まります。劇団東京ボードビルショーの主催兼座長、佐藤 B 作さんです。あ、どうもこんにちは、佐藤 B 作です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お元気ですね。あ、何とか生きておりますね。はい、いろいろな人生を舐め尽くして、今日まで生きてきました。はい、お互いに、お互いに。そうですね、お互いですね。はい、はい、もうなんだか、ね、はい、ご老人のいい。いいご老人の。同い年ですか。70同歳ですね。同い年ですか。あら、若い。佐伯茂とは、あ、早稲田の劇団でね、うん、彼が一級下なのかな、こだまというところで一緒でした、はいはい、そうですよね、はい、早稲田にはこだまともう一つなんか自由舞台、舞台があって演劇研究会と3つ、はいはい、あります、ね、自由舞台の方には風間森生がいたとかっていう話を聞いたことは ありますけどね、自由舞台の方がね、有名な人いっぱい出てるんですよ。あ、そうなん、加藤剛さんとかね、いろんな、あ、そうなんだ。こっちの方は B 作とか、B 作とか、そうそうそう、B 作とか斉藤とかね、佐伯か、佐伯とか、佐伯とか、寂しい感じでね。そんなことない、そんなわけないです。素晴らしい。で、ボードビルショーが何かやるんですか、今回。そのましのぎの男たちというのを、これはね、まあ初演は何なんですか、1900、覚えてないでしょ。覚えてない。1992年、そうだそうだ、はい、やりまして、それから劇団30周年40周年と10年ごとに再演させていただいて、今年で50周年なんでもう一回やるかと、はい、いうことですね。出演者はどなたと。初演の時からゲストで伊藤史郎さんが、伊藤博文役でずっとお出になってて、今回もなんとお出になってくださる。僕より一回り上なんで86ですよ、はい、すごいですね。すごいよね。すごいですよ。でもあの人は本当に自分に厳しい方で、暗記力すごいですよ。あ、そうですね、本当だよね。毎日ね、あの演習率とか、アメリカの州とか、はい、日本の班とか全部毎回、はい、毎日喋ってるらしい。覚えてるらしい。喋ってるじゃない。覚えてるらしい。覚えてるらしいですよ。朝起きると一人ですごいな。アジカなんかつつきながら 3.1416 とかやってるの。やってるんですよ。終わりがないですからね、あの演習率。そうですね。美作さんは記憶力はどう、はい、いや、だいぶ僕もね、うん、伊藤さんといい勝負で劇団では一番早かったんですけどね、うん、ボードビルの中では、うん、最近ちょっとやばいんですよ、最近この一つ前、うん、二つ前の、うん、公演中にちょっと、うん、あれ、うん、セリフあれっていうのが、うん、2回ありましたね。あ、そう。いや、でも2回なんですね、うん、それはもう。でもそんなこと一切なかったのに、うわ、あ、やっぱり不安になりますね。あ、記憶力が強かった、すごかったんだ。すごかったんですね。あ、でも舞台はさ、毎日稽古もたくさんするけどさ、そうそうです、ね、テレビのセリフは、はい、テレビでやった時のテレビのはもう楽ですよ、全然。あ、そう、全然楽ですよ。舞台の量から比べたらもう聞いたです。もうこれポチ使われポチそんな役しか来ないか。いや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 。そうですか。まあでも、はい、まあ、B 作さんといえば、はい、もうね、いろんなものも結婚も3回以上しちゃうし、そっちの話です。結婚も3回以上しちゃうし、もう言ってましたね。もう胃がんも治っちゃうし、胃がんも治っちゃうしね。本当。もう若い頃はたくさん女取り合ってるし、もう女性取り合ったって噂ではもうすごい。で、自分の劇団のね、女には手出すなとかね。そうそう、劇団内恋愛禁止。言ってましたよね。言ってました。言ってました。礼拝、礼拝ごはっと。誰と結婚したんでしたっけ？アメクミチコさんという、ね、劇団じゃない。びっくりしました本当に。座長はね、座長は言うのよ。はい、座長はな、ね、いと劇団の女に手なんか出したら承知しないからな。するとその時はもう対談だからななんてみんな言っといて。まあ、東南劇団も。ああ、そうですね。手出すね。そうですね。塚さんもそうでしたよ、ね。塚 さ, さんもそうでした。塚さんもそうでしたね。江本も数じゃないか。あ、そうだ。そうだよな。とんでもないあれね。とんでもないって。
大体劇団のなんか芝居うまいような顔してね、本当に許せないよね。なんか年俺たち年代のいい役、あいつ必ずあいつ持ってくもんね。なるほどね。世代的にね。そう、許せないよ、本当に。うん、北風呂も確かあるだよね。ね、同じ劇団の。あ、そうですか。小竹さん違うの？俺も同じ劇団。なんだよ。いやいや、俺は手出してない。俺は手出してない。俺は手出してないとどういう？いや、うるさい。うるさいってこれは。怪しいな。これ怪しいですね。これ噂なんだけど、これ本当？はい、ない。坂本龍一郎さんと常設。ああ、昔ね。あ、いや本当なんですか。あいつね、芸大の学生の頃にね、自由劇場に来て音楽、 あいつなんて言っちゃっていいの。いやそういう中だから、ね、坂本 B 作の中だから。坂本 B 作の中ちょっと何、世界の坂本龍一。いや知らないよ、そんなこと。俺俺出会った頃は世界じゃなかったから、本当若い頃出会った頃はただのただの学生、芸大の学生だもん。はい、はい、スケベなスケベな、スケベな、とんでもないスケベでしょあいつは。スケベ知らないよそんなもんだ。モテたね、モテました坂本龍一さん。じゃ取り合った負けるでしょだって。いや負けましたよ。あ、負けたか。その子の女の子の忘れもしない中央線のなんて駅だったかな、うん、行ったらもうすでに坂本龍一が中にいました。部屋の中、部屋の中にいたんですか。女の子の、うわー、泣きながら帰ってきましたよ。泣きながら帰っちゃった。本当の話。本当ですよ。俺嘘なんか言ったことない一度も。先越されちゃった。なんて子だったか、熊本の女の子でしたよ。名前言わなくていいだろ。名前は聞いてないんだ。すごい歌の上手な、ね、女の子でね。どんなアパート、え、どんなアパート、その。いや安いアパートでしたね。やっぱりお金なかったからな、これみんな、本当にさ。本当にいたの、そこに坂本。いたよ。だって、うん、あ、B 作さんダメ、うん、今日は、今日はってか、うん、一度も入ってないんだけど。今日はじゃって一度も入ってないんだけど、帰ってください。取り合ってないじゃない。いや、あ、そうだね、一方的に負けてる。いや俺も好きだったんですよね、これ可愛くてね、はい、うんうんうん、坂本も、坂本だってあいつだとめちゃくちゃだから。なんで呼び捨てなんだよ。うちよく止めてあげたんだよあいつ。本当に帰れなくなって。本当に本当だよ、芸大の学生の頃。本当俺うち止めてあげた。で次の日必ずお母さんが、うん、佐藤さん、うん、うちのリーチ止めてくださってありがとうございます。本当かな、この話。本当はすごいマザコン、あいつ、ね、マザコンとか言うな。YMO だよ、 YMO だよ。それからは付き合えないんだよ、有名になってから。有名になってから付き合えなくなっちゃった。もうずっとシカトされてた。そうそうそう、病院で会ってもおう病院ぐらい。なんで病院で会うんだよ。いやなんかあったんだよ、うん、病院で。あ、そうなんですね、治療中に。まあそうは言われつつも、はい、ね、3回も結婚したり離婚したりを繰り返して、そうでしたね、今日まで劇団の女にも手出して、はいはい。まあ女性のおかげで生きてまうようなもんですよね。ずいぶん経済的には2番目の奥さんは精神科のお医者さんでしたから。あ、そうなんです。支えてくださいましたよ。あ、そう、はい、だからボードビルがもう長く続いたのはその2番目の奥さんの金ですよ。え、金、金とか経済力、まあ、金いや奥さんのおかげですね。よかったじゃないですか。金とか経済力、まあ、でもだって2番目っていうからにはだってそこそこ劇団ももう繁盛。いやいや、まあまあ、そうでもね、うん、1回目と2回目は2年しか経ってないのよ結婚でね。1回目は22で結婚して、うん、2回目24だから、うん、で24で劇団立ち上げましたから。あ、そうなんだ。だからもう24で劇団立ち上げた。で50年で今74ですよ。数字の計算多いです。そこ別に嘘ついてって言ってない。言ってない。いやそれで何、24、22結婚して別れて、2年で別れて、24で2度目ですよ。24で結婚した人に経済的な援助。精神科のお医者さんだったから、うん、金持ってるから金、お金、うんうん、ね、稼ぐんですよ、お医者さんは。お医者さんは稼ぐ。地方にもね、出張なさるとボンともらえるし、地方に、うん、出張行くときは僕はカバン持ちでついてきましたしね。あら、それ何年続いたの、それは。それがね、うん、いやこれ長い、いや事故で亡くなったから、うん、離婚はしてないんですよ。沖縄の海でね、亡くなったの、亡くなってもう20年ぐらい経ちますけども。はい、なんかドラマになりそうな人生だね。いやもうドラマにしてほしいですね。書きゃいいじゃん。書けないんだよ。なんで。いや書くのはやっぱ別、全然違う。書けそうじゃん。いや書けないね、最初は書こうと思ったんだけど。いやだって劇団のなんかあっちこっちたくさんアイデア出したり出してるし、アイデアを思いつくんだけど、うん、書くとなるとまた全然違う、うん、坂本明とかああいうのに比べたら全然書けそうだ。いやいや、あいつは書けない。あいつは日本語読めないしね。いや、そんな失礼な、そんなこと。坂本明は面白いじゃない。いや面白い、うん、あいつやっぱりうちで一番面白かったね、うん、
そうでしょ、うん、面白かった。カオサム、カオサムさん、あれもすごい、うん、あいつも真面目だったね。カオさんって結構2枚目だよね、うん、2枚目2枚目、うん、あれ銃撃場の先輩だから、うん、1年目もう銃撃場行った時はもういたんだ。銃撃場にいた時は、うん、みんな行って銃撃場から立ち上げたわけでしょ。そう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 。銃撃場には誰いたの。いやいやいや、串田さんとか吉田秀子さんとか、はい、あそこは銃撃場じゃん。銃撃場江本とか、江本ちゃんは、江本はその後はね、はい、僕は辞めてから、うん、いやあのボドビー作ってからあの久銃撃場の方に、うん、串田さんのとこにお世話になって、うん、笹野とかね、うん、笹野ってあのとんでもない男だからね、うん、笹野さん気になります。笹野さん誰がとんでもないんですか。何がとんでもないんじゃないんだ。あれ酒も飲まないでね。俺も食えない、まあ、食えてるからギリギリの頃笹野さんと一緒に仕事してさ、うん、一緒に仕事してあしたの、うん、一緒に。性格悪いだろ。いや面白かったですよ。性格悪いんだ。めちゃくちゃ面白かった。あいつすごいな、弱い者いじめすんだ。そいやほんとすんだよ。そんなわけないです。いやするのするんです。ちょっと待ってよ、昔の仲間片っ端から良くないちねんだよ。バッサバッサ片っ端から。え誰と仲良かったんですよ。じゃあ、いやいや、エモちゃんだよ。あ、エモちゃんと仲良かった。 そう、あいつは乾電池つの作ったから、うんうん、お互いによく飲んだよ、うん、あ、こっちはボードビーショー、ボードビーの向こうは乾電池のトップで、お互いに劇団の文句言いながら飲んだよ、うんうん、あ、そう、えもっちゃんもあれだよね。何、まあ思ってじゃないけど結構悪口ひどいこと言うよね。あいつの口の悪さはとんでもないよ。あの人結構悪い悪い、とんでもない、うん、鬼だよあいつは。ほぼ俺の日じゃないから、本当に。誰も結構悪いね、聞いてみたい。なんかこう過去のなんかいろんなことこっちも知ってるから。あれだけどね、はい、ああでもみんな生きてるからね、うん、今本当に、うん、頑張って。エムちゃん勲章もらってんじゃん。そうなんだよ。勲章は勲章もらったんですか。 B サツさんは俺もらってないよ。もらってない、もらってない、うんうん、まあ、俺でもさ、もらった、いやもらってない、あ、よかった。でも風間森生が2回ももらった。そうなんだよ、あいつ一人芝居やってるだけでな。そうそう、もらえ芝居一人芝居なんかな、おかしいんだよ。一人で芝居やるやつの頭に覗きたいよ俺、ほんと芝居の楽しみって一人じゃないよ、こセリフのやり取りが面白いんだよ。そうだね、で一人で落語なんかやってる、やったバカだね、バカだった。悪口はダメだこいつ、もう悪口しか出てこねえ。いやでもね、昔は楽しかったね。金はなかったけど、楽しかったんだろう。なんであんな楽しかったんだろう。なんかね、燃えてたのかな、なんなんだろうね。客入んなくても楽しかった。ね、客いなくて、客いな、俺2人って聞いちゃった。2人なら来るなよお前、来るなよ。舞台が7人、客が7人って、同じ数ってのは。外雪降ってた時やった。すごかったね。二人の時にお願いしたの、うん、やめませんかって、うん、一緒にこれから飲みませんかって、うん、いやいや見に来たんだって怒られちゃった。見せてくれ、見せてくれ、怒られちゃって。やめませんかって、最後までやって薬ともしない。笑いもしない、笑いにくいですよね。二人じゃ笑えないね、二人じゃね、雰囲気できてないから。そんなんで、はい、今までで舞台と、はい、まあ、テレビもたくさん活躍してるけど、やっぱ記憶には何が残ってるの、美作さんの頭の中に。やっぱ舞台かね。やっぱ舞台だし、テレビだとやっぱ張本欽一さんにお世話になったなっていうのは。あ、それしどんな風にお世話になったの。いやいや、番組で使っていただいてね、金ちゃんバンドね、金ちゃんバンドを使って、はいはいはい、あれでやっぱり、ね、うん、全国に知らせてもらったっていう、うん、なんかちょっと、うん、なんか足向けて寝れないなっていう感じは。そう、やっぱ山口良一もそうだよね。山口良一が使ってもらって、そのお礼に俺挨拶行って、うん、お前も出ないかって。あ、そうなんですか。そういう流れだったんですね。なんかね、劇団の座長って言ったらね、はい、うん、ハゲ頭の赤ら顔の変なおっさんが来るかと思ったらね、うん、なんか素直な、うん、あの大人しい感じの青年が来たじゃないかって、なんか純情そうなね、はい、君はテレビ出ないのかって言われて、いや出たいって言ってなさい、今度 TBS で新しい番組が始まるからって言われて、うん、で、で出していただいたんですよ。あ、そう、いやでも鬼のような人でしたけどね、あの人。頭悪くてないです。お前寸止めって言葉知らないの。止めとけや、そこで。今も萩本欽一さんにお世話になって、いや素晴らしかったです。挨拶行ったら使ってもらって、そうなん、おかげじゃない。いや本当ですよ。その人に向かってなんてこと言ったんだよ。いやいやいや、素晴らしい方ですよ。いろいろ教わりました本当に、うん、なんか運は自分のために使いっていうのがね一番ね。あ、そう、うん、
運はねみんな平等だと、はい、一人一人持ってる運は平等だと、はい、それを何に使うかでその人の人生は決まる、うん、全部自分の仕事に使いなさい、はい、もう綺麗なお姉ちゃんと付き合ったり、うん、結婚したりしちゃダメだ、はい、言われて、で2度目の神さんを、うん、大将うちの神さんですって言ったら、うん、おピサ君運使ってないねよかったどういうこと、なんて男だ、そんな話ばっかりだ、ね、はい、はい、それで、はい、今回はこの、お芝居の内容はだいたい初演があるんだよねこれ。そうです、今回のやつは、はい、大津事件というね明治時代のね、はい、ロシアの皇帝が日本に来たのを、はい、うんうん、護衛の警察官が日本に後で攻めてくるための下調べに来たんじゃないかと誤解して切りかかるんです、はい、で大変な事件が起きてしまって、はい、京都の時はホテルというに時の松方内閣の大臣たちが集まって、うん、どうこれを対処しようかというんでいろんなアイデアを出していくんですけど、はい、うん、そのアイデアが全部裏目になってしまう。なるほど。というでその場しのぎの男たちというタイトルがついてるわけね。美作さんはどんな、僕はムツムネミツというね、はい、いろんなアイデアを知恵者と言われる、うん、体は弱いんで青い顔してツヤついてくるんだけど、いろんなアイデアをどんどん出すという役目ですね。ああ、いい役者、いい役者、いい役者、芝居を全部引っ張っていく役ですよ。ポン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 ご自身の時はとってもいい感じがしてます。僕の緊張感で芝居を持ってるようなもんで、ね、素晴らしい、もう本当に生まれ持った緊張感でね、生まれ持った緊張感っての初めて聞きました。見に行くよ来なくていいよだから伊藤修さん、伊藤博文役という、伊藤博文、俺たち大臣を全部裏で操ってる大物っていう伊藤博文、この伊藤さんがすごい。まあ、伊藤さんも初めて、そういう前回もやってるの出てる、もう全部覚えてるんだって、初演から何回ぐらいやってるの初演から、伊藤博文役は1回再演、30周年40周年、はい、4回、あ、そう、あの人の演技は神業だね。怖いくらいで、怖い、いや本当にね、そばで芝居してごらん、ね、いやいや 怖いから、怖いんだよ、怖いんだよ、本当伊藤博文じゃないのに、うん、伊藤博文みたいな怖さ、うん、感じるんだよ本当グッと睨まれると、うん、本当にね、うん、キュッと気持ちが縮んじゃうほど怖い。あの、たまにテレビで悪役なんかも昔やったやん、はい、怖かったね。顔に傷があるからね。そういうことじゃねえ。怖いよ。で、ね、無駄な芝居一切なさらないし。でね、こうなんでお客さんが今どういう気持ちで芝居を見てるかっていう掴むのがお見事、はい。で、それに合わせてこう芝居を乗っけていくっていうか、突き放したり引いたり。ね、いやーね、教わりました、あの人は。素晴らしい。そうだよね。そばにいたらやっぱしいろんなことを。ああいう人が表彰されるべきですよ。本当にね、江本とか、あのね、あれだな、風間じゃなくて。風間じゃなくて。伊藤さんもらってないから。風間2回。おかしいな、伊藤さん1回ももらってないの。おかしいね。おかしいのよ。それはおかしい。おかしいでしょ。風間さん2回もらって、おかしいよ、ね。3回返せっつうんだよね。お前ら返納しろ、返納しろ、返納しろ。俺は一回目の風間がもらった時、はい、みんなでお祝いなんかしたよね。一、うんうん、回目はね、二、うん、回もらった時はもうみんな、あ、みんなあそう結構冷たくなってたけどね。でもどっかでお祝いしなくちゃって言ってるけど、エモちゃんの時もお祝いに行きましたよ。あ、そうだ、俺も行ったよ、行ったでしょ、なんかすごいパーティーやったでしょ。そうそう、大きいパーティーやったんだ、やったんだよ、あいつそういうの嫌いだとか普段言ってるくせにさ、うん、自分もらったら堂々とやりやん堂々とかどうか知らない、ね、やってて、それで、はい、この最初の時はこれなんかあれでしょ、三谷さんの本でしょ。三谷幸喜さんの最初に書いて、三谷さんが書いてこれをどうしたの、オリジナルで最初にボードやろうとして自分たちでやんないかったの、なんかね、うん、あのサンシャインボーイズはまだ若い劇団が若かったんで、はいはい、政治家の世界だとちょっと年取った劇団の方がいいだろう、はい、というんで、はい、うちに書いてもらったんですよ、うん、あ、そういうことだったの、うん、そうなんですよ。あ、じゃあ美作さんのところはちょうどその年頃、ちょうどまあまあ、うん、まあそうでしたね、うん、まあ40代ぐらいでしたから、うん、それでいいんじゃないかっていうんでね、もうね、読売文学賞っていうか記憶賞ももらえるって言ったのに、三谷君蹴ったんだよ、はい、え、そうなの、うん、わ、びっくりするよ、あと電話かかってきて、美作さん、読売文学賞あの芝居でくれるって言うんですけど、僕一人で作った芝居じゃないんで断りました、勘弁してくれよと、もらってくれよ、その肩書きがあったらどれだけ地方に売れるんだよ、バカ野郎、あんた自分のこと考えたもらったもんだね、それね、読売文学賞ってね、のれんかけりゃ、うん、ポスターに下げたわーって地方ね、それから回を重ねて、でも、
今度5回目、はい、すごいね、すごい、5回もやってちゃんとお客さんが呼べるっていうのはなかなかだよね、再演で。でも、うん、今日の SNS 見ました？はい、見てない。昨日はね、一般売りの日だったんですけど、うん、チケット、はい、ボードビーのその場所のチケットが取れました、嬉しいっていうんですよ、っていうの出たんです。ちょっと売り切れちゃってる、まだいっぱいあるのにまだまだあるんですか？いやいや、それはね、あの見た人の分はまだあるってことだよね。あるのにね、うんうん、まあそう、はい、いやでもあれだよ、はい、まあ、気をつけないと、まあ、売り切れになっちゃうかもしれない。見たい日に行けないかもしれないし、ね、いや僕電話してください、うん、いいですか？ちょっと、いやもう本当ちょっと一時でも本当にクラウドファンディングなんかをされたりとか、うん、まあ、そうなんですよ、いろいろとその劇団相続にね、いやもう大変この50周年やるためにクラウドファンディング、あ、そう、そうなんです。いやもう金なくなっちゃってね、いやこのボードビルショーさんですらそのように努力をされてるっていう話聞いて本当に私たちびっくりしたんですけど、いや本当、でもダメだよ使っちゃう、いや使ってないですよ、ダメだ使っちゃう、なんでそんな信用ないんだろう。ではもうね、こちらの公演のお知らせもございますので、まずねご案内をさせていただきましょう。美穂さんお願いできますでしょうか。はい、はい、あ、こちらですね。はい、改めて舞台のお知らせです。劇団東京ボードビルショー創立50周年記念公演、その場しのぎの男たち、作三谷幸喜、演出宇山仁、作出演佐藤 B 作、沢渡実、石井健一、山口良一、アメク美智子、伊藤志郎、坂本明ほかです。日時は7月21日金曜日から30日日曜日まで、会場は紀伊国屋サザンシアター高島屋です。チケットは現在絶賛発売中です。お問い合わせは、東京 03-3227-8371 劇団東京ボードビルショーまでお願いいたします。お集めの方ですけど、ね、いやありがとうございます、すいません、ね、しかも演出が今度はラサール、違う違う、上山さん、上山さん、ラサールは前の芝居ですよ。前の時はラサール、ラサール、ラサールだった、今回は違う、上山仁さんです、上山仁さんです、上山さん、すごい方ですよ、はい、分かりました、楽しみにしております。いや、どうもありがとうございました、ありがとうございました。大竹メインディッシュ、また、はい、悪口言いに来てください楽しい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、ゲストは佐藤 B 作さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、どうも失礼いたします。